シュガーアップルフェアリーテイルは、三河ミリによる日本のライトノベル。イラスト担当は秋。角川ビーンズ文庫より、全17巻が出版されている。コミカライズ、銀砂糖氏と黒の妖精、シュガーアップルフェアリーテイルが、花と夢オンラインにて、2012年11月9日から2014年10月3日まで、連載。作画担当は、雪村アルト。 2013年8月から9月23日まで、シュガーアップルフェアリーテール銀砂糖氏と黒の妖精へと、銀砂糖氏と黒の妖精、シュガーアップルフェアリーテールの第1巻の発売を記念した本作の原画展が、大阪の木の国や、書店阪急32番街、コミックハウスにて開催。雪村の原稿、秋のイラスト、三河の仕事場写真などが展示された。 2021年10月にはアニメ化企画進行中であることが発表されている。ヤングエースにて、シュガーアップルフェアリーテイルのタイトルでコミカライズが2021年12月号より連載中。作画は夜空のうどんが担当。人間が妖精を刺激するハイランド。母を亡くしたばかりの少女、アンは、母の後を継ぎ、銀砂投資になることを決意。用心棒として、 口の悪い戦士妖精のシャルを雇い、銀砂投資の称号を得るためオートへと旅立つ。声優はドラマ CD 版のものありがとうございます。